ありがとうございました。続きまして、プログラムナンバー57番、広志川西さんでお届けをいたします。あれからきっと二人とも一つ二つの恋をした。大人になった今ならわかる。どんなに愛が大切か。咲いてみないかもう一度。久しぶりだね。お前の笑顔。ありがとうございました。